漫談をしよう。この前ね、俺、買い物に出かけていたんだ。で、買い物先で寒いから飲み物を買ったんだ。自販機でね。で、その飲み物を飲み終えて、俺はきっちりしたタイプだから、アルミかスチールか、きっちり分けて捨てるタイプなんだ。それでね、その時も、これはアルミ缶なのか、スチール缶なのか、ちゃんとチェックするためにね、缶をじっくり眺めたんだ。で、その時、ふと気づいたよね。これ、缶じゃなくて、ペットボトルじゃんってね。はーい、せせせせせせせつけい、わー、ドスベリだい。はい。というわけで、本編へ、行きます。で、いやあ、刹那圭介だよ。皆さん、久しぶりですね。いや、久しぶりかどうかは知らんけど、俺がどれぐらいのペースでアップしようかっていうのは自分でもまだ分かってないんやけどね、この時点ではね。よっしゃ。というわけで、前回のパート、ここを探索して、行き先、クエストを実注したみたいな感じで、依頼を受けたんでね、今回はこの馬を手なずけて、そこに向かいたいという感じですね。でもその前に夜になったんで、ね、寝てきまーす。ホテルマンさん、なんでお前、真ん中に堂々と立っとけばいいのに、そんなさ、左端に寄っとるん？なんなん？お前、謙虚なん？それともなんか、さ、中央恐怖症なん？真ん中恐怖症みたいなのあるん？真ん中におったらなんかすごい嫌みたいな。センターって嫌われるんかな？人気があるもんがセンター行くもんやと思っとったんやけどな、センターって嫌われるもんなんかな。というわけでまあ、今回はここの馬を仲間にしたいと思います。見てください、この6匹の馬の中から誰が僕の相方としてついてくることになるのか楽しみですね。馬6匹を見ていきたいと思います。まずこの馬です。真っ黒 で、足だけなぜか白いんやな。なんでお前、何これ？なんか上から隅ぶっかけられたけん足にはかかりませんでしたみたいな、そんな感じの馬があるやん。うわ、何これ？鹿じゃないわ。シマウマ感がある。シマウマ感が。こいつはなんだ？こいつはなんか背中とか、その首とかに黒い苔が生えとる感じのやつか。かわいそうに。買ってくれんの？ ここの人。ここのさ、主は買ってくれんの？そういうなんか、毛とかそういうの買ってくれんタイプの人。僕、毛づくろいしてもらわずにもう1年経つんです。かわいそうにね。あ、こいつもじゃあ、なんなん、背中に苔生やすんか、なんかちょっとブームなん。飼い主の間でブームなんで、飼い寄る馬に、このいう苔生やしとくんて。どういうセンスしてんの、この世界の人は。こっちの人は。お？何これ？なんか可愛らしい。この白いやつ、可愛らしいな、模様が。なんか豹みたいで。豹ってさ、黄色い体に、黒い斑点とかついてるやつおるけど、そんな感じでなんか、若干テントウムシっぽくも見えてきたね、俺。テントウムシ。七星テント。なんか、俺、こいついいな。こいつにしようかなって思ってしまうところ。放流な。まあ、こいつもじゃ。
こいつも黒い半、黒いコキつけさせられとんね。なんだお前、双子？ここ正面双子？兄と弟みたいな感じ？かわいそうな、かわいそうやな、お前ら兄弟で。兄弟で反転、反転じゃないな。コケつけられてさ、ブームに乗せられとる感じ。乗せられてるだけの感じよ。乗っとるんだけど、乗せられてるんだ。かわいそうに。こっちは？たとえようがないほど地味な感じの色しとるな。なんて例えればいいかわからんような色しとるな。だって白灰色みたいな、すごいごっちゃごっちゃに今出とう感じやもんこれ。きちっとさ、なんか左右対称みたいな感じだったらまだなんとなくいい感じだと思うけどさ、適当に白い部分は白い部分、灰色の部分は灰色の部分みたいな感じの、ちょっとかわいそうな馬です。決めました。やっぱこの子がいい。この斑点がついとる、斑点がついとる、この子がいいわ。よっしゃ、君に決めた。あいゃこの野郎、斑点を褒めてるんだぞ、こっちは。斑点を褒めているのに、なんだそれは。乗せろ乗せろ、あいゃわかってますよ。これでしょ、これ。小麦だったかな。小麦を与えて、好感度を上げない。好感度？好感度でいいや。好感度を上げて、そうしないと、上に乗っても、いや、今のは、今の、ガチャーンだったら、バーンだったらさ、それのせいじゃないけどさ、好感度を上げな、乗っても、サルドルつけれんし、自分で操作できんみたいなのがあるんですよね。というわけで、まあ、お前、そっぽ向くなや、お前。今から小麦あげようとしとんやけん、そっぽ向くなや。こっち向け、こっち。俺の方向け。ああ、ちゃんとこう食わせれよって、数減ってますからね。で、どうすれば、乗れるみたいな感じなんやろ。連打しよったら乗れるんかな、これ。うなだれてるやん。何お前、うなだれてんの。小麦食いながらうなだれてんの。あ、乗れた。やったやった。で、これで、サドルをポン、あ、ポンって、あ、こう装備の手順みたいに。ああ、いいっすね。で、これで乗れる。やった。で、操作して出ていくんやな。ああ、出ていくんやな。ああ、出ていくんよな。ああ、狭いわ。出口狭い。出口狭。なんなんこれ。これアドベンチャーやけん、ここ壊せんのよ。もうちょいちょっと入り口お広いっていう設計してほしいんやけど。こっち開いたらいけるかな。あ、いけたいけたいけた。そういうことだった。そういうことだった。よっしゃ。よっしゃ。なんかかっこいいぞお前。なんか反転。反転がいいぞ、この白い反転がやっぱ。黒地に反転でさ、このサドルと頭につけとるなんていうかわからんやつやけどさ。この茶色の3色のさ、色のバランスが絶妙な気がする俺。いや俺そんな偉そうなこと言えんけどな、色の配色とか俺詳しいな言えんけど。じゃあお前何人の家入ろうとしとんなんだお前。勝手に入ってあかんよお前。不法侵入で訴えられるぞ、大丈夫かお前。それぐらい分かっとけ。こいつに名前つけてあげたい。名前をつけてあげたいな。どこ行く、どこへ行く、どこへ行くお前。お待たせ、考えたわ。ようやく思いついたけんな、お前の名前。お前の名前はな、今日からな、八作や。おい、八作っていういい名前つけられたからって、ちょっとさ、俺にとっては抱きつこうとせんでいいけんな。生まれ抱きつくって恋はよくわからんけどな、抱きつこうとせんでいいけんさ。ちょっとそんなに気に入ったんや。やたら気に入ったんやな、俺になんかちょっとそういうさ、求愛的な行動、鼻をくっつけるという求愛的な、馬という求愛的な行動せんでいいけんさ。わかったわかった。おめっちゃくちゃ歓喜してるな。それ、ちょっと、うおーってちょっと歓喜が余って下向いてたな、今。わかるよ。ちょっと俺一晩、めちゃくちゃ時間、一晩ではないな。めちゃくちゃ時間かけて、決めてあげんな。よっしゃ、お前と防衛圏行くわ。けどな、夜になったっけ寝てくるわ。